お疲れちゃんです。ラットです。だけで、今回もクラッシュロイヤルやっていくんですけど、今日はね、こちら、遅延スケラを使っていこうかなと思います。で、ボムタワーがね、ババコヤになってて、ナイトがね、ムート型、これがですね、今ちょっと増えてきてます。なんかね、グローバル、この人ですね、スカルっていうのかもわかんないんですけど、この人が、このデッキでね、グロニーまで行ってて、なんかね、当たったんですけど、攻め方がすごいんですよね。なんか、こう、僕、スケラ使ってて、てかまあ、ババコヤのね、こう、利用の仕方がうまいと言いますか。なんか、こういうの使ってたら、ベビドラとか、まあ、ベビドラムートが溜まったらスケラとか、まあなんかね、こう、ベビドラで、スケラ打ったりとかなんか、まあそんな感じだと思うんですけど、なんか、すごいんですよ。なんか、ババコヤ置くじゃないですか。で、相手が対応するじゃないですか。こういうの2体に。そしたら、対応してきたのがこっち歩いてきたら、今度はそれに何かで処理するんですよ。まあ、例えば、マスケットとかで処理してきたら、それを、こう結構早めの段階で、なんかムートとかで処理して、ババ小屋から出たババ2体とムートで攻めるんですよ。で、相手また対応するじゃないですか。さあ、それを、今度はベビトラとかアイスイーズで対応して、で、今度またババ小屋から出た2体とアイスイーズとか、ババ小屋から出た2体とベビトラみたいな。で、なんかまたババ小屋が壊れたら、その壊れた瞬間のババ小屋プラスの、まあ、出たらね、バーバリアン。で、2から4体いると思うんですけど、それに、なんかスケルトンラッシュ打ったり、なんかまあ、アイスイーズまたベビドラつけたりみたいな。なんかね、こまめに攻めるんですよね。そこがなんか違うなと思いましたね。スケラで攻めるじゃなくて、なんかババとベビで攻めて、ババとムートで攻めてみたいな。なんかそんな感じでちょっと違いましたね。これ、ワンチャンベビドラ、キングキッドできねえかな。おいしょ。はい、来た。これだって、スケラ対決なんで、勝ちましたね。多分。OK。内側ベビー良くないですね。今のままなんですけど、ここですね。このタワー裏のベビーよく出すと思うんですけど、これ気をつけた方がいいですね。徹底して外にした方がいいですね。じゃないと、今みたいにね、美味しく、キング起動されるので、もし相手もスケラでしたね。相手スケラなので、ミラー対決ですね。これは僕がこう、真ん中ベビーをしない限り、キング起動は基本されないと思うので、一応警戒でスケラーも一個下とかにしといてもいいんですけど、まあ、そんな感じで多分勝てそうな気がしますが、キングキドしてるんでね、積極的に攻めポイズン打ってアイスイーズとか処理していきたいっすね。あとバーバリアもちょっと厄介なんですよね。で、ここ空で勝ちます。あ、ベビドラいる。ちょっとベビドラいるのは地獄ね。ここ相手いいポイズンですね。で、スケラー、多分エレキーもいるんですよね。ナイトエレキーだと思うんで、どうしようかな。一回待ってもいいかな。一回待って、そうですね。ナイトエレキーベビーメガゴのスケラーなので、もうこれポイズン打っちゃってもいいかな。いや、打つ必要ないな。ちゃんとね、ゆっくり行きましょう。で、相手も多分正直スケラー打てないので、相手はユニットの攻めをしてくると思いますね。結構。アイスイーツとかに徹底ポイズンとか、よいしょ。タル咲いたので、ここのアイスイーズが生きる。よいしょ。で、これトルネープラスのタルババで全部処理します。これ大事ですね。この遅延の使う上で大事。これスケル打っちゃって結構いいと思いますね。ブーンとかババが入ってほしい。ブーンとかババが入ってほしい。オッケーで、こうベビー追加していきましょうか。相手ボーポイしてますね。これはね、もうこっから僕の勝ちのペースがきますね。アイスイーズとベビーで、あのベビー処理できたら非常にでかいですね。で、小屋を置いてを繰り返すと、あー、ポイズンして、エレキにポイズンしたいですね。でも今コスト、いや、打っていいか。打っちゃって、相手スケラ打ったとて、ダメージ全然キング起動してるんで入らないんでね。僕は逆に、攻めポイ打っても防衛は非常に楽なので、っていうのを繰り返せば、もうスケラ打つだけ相手は防ポイしても、損ですしっていう感じでしたね。で、攻めポイ使ったら使ったで、僕がね、攻めの、よいしょ。これ、ポイズ打ちてえな。OK。エレキ徹底処理したいですね。なんか、いると厄介なので。もう、これ繰り返せば、多分、あと勝てますね。なんか、スケラ対決って絵がやっぱ地味になっちゃうんですけど、そこはね、許してくださって、やっぱ勝ちたいんでね。さすがに、マルチ勝ちたいので、で、まあ、小屋置いて、変に攻める必要もないが、スケラ回ってきたら打ちたいって感じですね。
これメガゴかなんか入れてきます。いや来ないんだな。一回置いてきましたね。ってことはユニットが残るので、エレキはどっかに落ちてきますね。あ、ベビーそっち行っちゃった。これもポイズン打っちゃいますね。で、このエレキちょっと死んでほしいので、ポイズンなんか入れちゃいます。死んでほしいとか言ったらダメ？よいしょ。今日は珍しくお昼撮影なので、深夜テンションとかもなく、非常に静かです。これもスケラ打っちゃいますね。打つだけ得ですね。打ち得。打ち得。大体逆にスケラ打てないので、ここでもうダメージ稼いじゃえば、相手攻めスキル打ってもダメージ入りませんと。言ったところで、さっきからアイスイズすげえ逆いくな。うん、これ攻め取るのないですね。やべやべ。ちょっとやべ。うん、汗汗汗。これアイスイズ、アイスイズ、アイスイズ、アイスイズーナイス。危ねえ。ちょっと負けたかと思いましたね。一瞬ね、一瞬焦りますが、これがキング起動の強さですね。キング起動してるだけで、スケルトンラッシュね。対面だと簡単に、てかもうなんかね、初めも1000、まあ、1000だったらポエツンで一気に持ってかれるかもしれないんですけど、もう1500ぐらいですね。だから1500ぐらいまで削られたとしても、相手フルのね、HP 残ってて、でも、キング起動してしまえば勝てますね、ぶっちゃけ。はい。まあ、そんな感じで、スケラ対面は、相手がスケラの時にナイトとかベビドラですね、棒ポイしつつトレーナーで吸っちゃえば、キング起動できるので、知ってしまえば勝ち。かなと思いますね。まあその際にダメージ受けすぎないことが大事ですね。キング起動したのに残り600とかまで削られちゃうと、もうなんかね無駄になっちゃうなんてね。はい、というわけでトロナーもう8000出てるんですよね。 4,5 人かな、 4,5 人だって気がしますが、まあ8000は行きたいですけど、まあどうせ多分行けるとは思うんですけど、まあそんなこと言うとなんだこいつってなっちゃうんですけど、8000は期間が今回長いので、まあ、8000、どこだろうね。83は個人の目標としては非常に行きたいとは思ってますね。よろしく。ドクロマーク。ドクロマークっていうのかな。海賊のマークみたいなね。ダニストプロックス。いや、なんでだろう。なんか当たったことがある気もするんですけど、で、スキラって後半になる方が強いんですよね。2倍3倍タイムになる方がこう強くて、まあ理由としてはやっぱアイスイーツとかベビーとかの防衛ユニットが高回転でもあるのと、スケラーが無限に打てるのと、そしたら相手のユニットがやっぱ止まっちゃうんですよね。スケルトンラッシュの防衛によって止まるんで、それをまたポイズンで回収してっていうのを、回転が早いのでもうスケラー打ってポイズンで処理しては無限に繰り返されるんですよね。でこぼれてきたのはアイスイーツプラスベビドラで美味しくいただきつつみたいなことができるので、後半に入れば非常に有利かと思いますね。これムートだとキング起動は別にできないので、落ち着いてね、行きましょう。ナイトと、ここババコン置かないのはワンチャン置いてもよかったかな。相手のデッキはわかんねえですね。わかんねえ。これ一回受けから行きましょうか。なんか、スケラー打っちゃって、なんかね、こう、美味しく、なんだろう、なんかで防衛された時に終わっちゃうと思ったんで、やば。ちょっと待って待って。これも、ちょっと徹底してね、ウィザードちょっとじゃ、厄介なんで。で、まあ、ババコヤここは壊れちゃいますが、まあ、言うて、この壊れてきた、これがね、うざいんですよね。これに、なんかベビーつけたり、スケラ打ったりなんですけど、相手の、細かいのがわかんないですね。ああ、惜しい。これ、ノーダメでね、緊急でいきますね。内側ホグとかは、ノーダメでいきますね。相手のデッキ、すごいっすね。ナイトウィザード。で、7500は、なかなか嫌ですね。で、ナイト、キョスケ、ウィザード、スケブ、か、今んとこ。あ、これなんで下にしたんだろう。まあ、特に大きな理由はないですが、ウィザード厄介だな。ポイズンで速攻処理したいですね。と思ったんですけど、出てこねえかな。はい。正面か。まあ、入んないよね。で、バレルとか、なんかすっげえありそうなんですけどね。うわぁ、なんか、いいホグっすね。やべ、待って、やべやべ、待って。ちょっと待って、待って。なんか、自殺してる、俺が自殺してる、やばい。やばい、待って。で、しかもこのババコの位置だと、やばい。ウィザードも残るし、ホグも釣れないし、ちょっと待って、なんか、乱されてる。で、ウィザード真ん中がこっちの端っこに今度出るんですよね。美味しい。さっきからずっとこうだったので、
ああ、ムート残んねえか。まあ、ムート残んなくても、これスケラポイズン打っちゃえばいいと思いますけどね。ああ、うまい。で、スケルトン部隊かな。ぷい。やりますね。さあ、残り2分。これもスケラめちゃくちゃ打って、ダメージ削っていかないと、追いつけなくなっちゃいますね、僕は。一回ちょっとホグ警戒でこっちにね、置きます。で、ウィザードな。ファイオブ削り。さあさあさあ。いや、でもね、全然いけますよ、まだ。ムートがね、残ればね、結構熱いと思うんですよね、ぶっちゃけ。うわ、いい、相手のナイト。もううまいですね。あ、これぶっちゃけ、延命する必要なかったな。からのこっちですね。あれ、うわ、攻め取りねしてくると思った。スケルトン部隊ナイトか。うわ、相手防衛うめえんですよね。スケラの防衛鬼うまいっすね、相手。うわ、うまっ、ちょっと待って。いや、でも、ダメージ追いついてきてますね。オッケーオッケー。で、逆左翼が飛ばされても大丈夫で、スケラポイズンやっぱ右も徹底ですね。2100で、ナイトはまだ持ってますね。キョスケは持ってるな。ムートどっかで刺したいですけど。あー、で、これキョスケか。もうこれスケラ打っちゃって、もうスケラポイズンどんどん打っていきましょう。ダメージが過ぎたいですね。で、もうウィザードはもう残ってもいいので。徹底してね。もうスケラポイズン無限打っていけば多分勝てそうですけどね、ぶっちゃけ。なんか、相手ほら、防衛トレーニングとか使って頑張ってくれてるんですけど。OKOK、ダメージ勝てるぞ。あと2回打てる、2回打てる。2回打てます、2回。2回打てれば勝ちみたいなのがないかな。ああ、いい位置のウィザード、いい位置のウィザード。で、ワンチャンあれが、ホグきますね。OKOK。いや、これ勝てるんじゃない？さあ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 。だって入るの入るの。お前、やべえやべ、入っちゃった、やべえやべ。でも、これラスティングベイビーアタック。ワンチャル、ワンチャル、マジでワンチャル、マジでワンチャル、ワンチャル。マジでワンチャン、ワンチャン。うわ、待って、ホグ。うわー、待って、ホグ入れたからだよ。最近、こういうの多いな、なんか。いやー、もったいないですね、これ。しかも37痛いですね。なんか、ね、途中なんで、あれか、ホグだ。自分のミスで、ただ負けましたね、これは。いや、もったいないですね。絶対衣装良かったっすもん。はい。というわけで、まあ、切り替えてね、行きたいと思います。小屋。これ、もう一個下でも、ウォールブレイカー釣れますね、ぶっちゃけ。マジアッチャーかマスケのウォールブレイカーだと思いますね。高回転。ふうふうふう。なんか、スケラー、さっきめっちゃ打ったんですけど、最後の方は。なんか、これっすね。スケラー打たずに、この、なんか、この攻め。このババープラスのこういう攻めとかをめっちゃされたんですよね。そのこういう攻めをちょっと繰り返していきたいですね。これですね。で、ここに攻めてちょっとうざいよねっていう。あ、これめっちゃいい攻め取りねじゃない？ね、コウモリも処理しつつ、このマジックアーチャーも処理する。え、でも全然ダメージ入んねえな。いや、いい、入ってる。で、ここ、バルキリーとか来たらちょっと大変ですね。まあ分かってますね、さすが。で、ニコス、ウォールブレイカーとか。いや、すっげえ、当たっちゃったよね。なんか。ここまで、うわぁ、いいウォールブレイカーだ、今のは。嫌だなぁと思って、こう、発言したのが、本当にやっぱ来ちゃうもんなんすよね。来てほしくないんですけど、非常に。さあ、これこっち置いちゃおうかな、もう。願意もします。あえて、スペルないと思うので、やらめかな。うわ、最悪だ。やべ。このダメージ、やべ。このダメージよくね。このダメージよくね。マジでよくね。いて、残り1000か。1000か。大体、もうこれまた、自分の警戒が怠っていましたね。いや、いいスケだな。さあ、皆さん、ピンチですよ。で、これまた来ますね、ここに。僕の予想が正しければ。当たんないんだよな、今回は。今回は当たんない。で、コウモリ。いや、これ、イモレねえな。さっと。僕、逆サイド攻めなきゃダメっすね。よいしょ。で、バルキリーかな。いや、防衛がうまいですね。さあ、どうしますかね、右と左。イモレるのかな、ワンチャン。無理かな。ディガー受けがねえんですよね。耐えたいっす。非常に耐えたい。まあでもワンチャンないことはなさそうなんですけど、やっぱボムタワーがね、非常に厄介ですね。よいし
これもう全水ですね。全水の、ワンチャンある、マジでワンチャンあるよね。あ、ディガーだな。ディガーどう拾い、みんな本当にどう拾います、これ。やべ、マジアチ来る。やめて、やめて、絶対来る、これ。あ、待って、耐える？あ、耐えない。バルキリー？いや、ワンチャル、ワンチャル。あ、待って、時間ない。なんで？ちょっと、いやー、待って。これね、悔しい。一戦目が、結構ね、個人的にうまくいったんで、ボツにしたくないんですよ。二連敗したくせにね。二連敗してくせに、一戦目、なんかうまくいったっすよね。なんだっけ。あ、キングキッドとかうまくいったんで、ボツにしたくないっすね。はい。なんで、もう一戦ね。もう一戦勝って、あげます。いやー、トロあげてんすけど、なかなか上がんないっすね。でも、今の試合もだし、今の試合はね、相手がやっぱ上手いんすけど、なんか勝てないこともなさそうじゃないですか。で、さっきの試合とか特に勝ち試合だけど負けてるんで、まあミスしなければ、100点のプレイできれば全然ね、勝てると思うんすよね。よいしょ、よろしく。はい、ってなわけで、7879、今日中に、結構上行きたいんすけどね。うっとすけ。さあ、どうしようかな。ムートあんま避けないですね、初手から。まあ、裂くんすけど、アイゴレ来たので。うわ、三死っすね。三死っすね。これ、トルネポイズン？で、これ、ロイホグっすね、この人。ロイホグ、これ、ちょっと厄介っすね。まあ、今、トルネ使ったので、まあ、しょうがないダメージっすね。で、トルネポイズンで、まあ、三重視徹底しつつ、まあ、ババコヤでロイフグ耐えれると理想なんですけど、その瞬間にロイフグ飛ばされると、まあ、今みたいにダメージ受けちゃうかなっていう感じですね。はいはい。なので、まあ、小屋置いて、小屋置いて、待ちゲーしますか。小屋置いて、待ちゲーして、スケラをいつ打っちゃおうかな。いつ打っちゃおうかなって感じですね。あー、トレネポイズン打ちたかったけどな。打ってもよかったかな。今、打ってよかったっすね。なんで打たなかったんだっていう、今、僕はもうね、バカだ、今の。今、打っちゃえばよかったっすね。打たないメリットなかったっすもん。ババカは残ってましたしね。これ、まあ、許容しつつの、たぶん、ロイフグがワンチャン来ますが。あー、来ますね。これも、キング起動しちゃいました。ダメージね。後半。あ、待って。あ、キング起動。あー、もう待って。なんで。やばい。今日はちょっと、あ、でも相手ウッドも裂いたのでベビーいっちゃいます。もうスケラ、スケラ打つだけ強いよねっていう。ファイボーか。うわ、これは何の構えだ。うわ、すごい。これでもちょっと耐えたいですね。まあムートだけでいい感じ耐えて、あい、あっちがファイボー蹴んの、もっと弱キング、お前行き過ぎだろ。やば、めっちゃ入ってますね、これ。これ相手今絶対、あー、コストないと思ったっすけど、あ、ムートが入ってる。いや、でかい。で、330は相手多分5があったんですよね。僕の記憶が正しければ。延命していきます。回転早いっすよね、相手。ぶっちゃけ。相手ぶっちゃけ回転。あ、待って、これ。めっちゃいたらババじゃない？しかも、キングにもダメージ入る。あ、ムートなんか生きてる。ムートがめっちゃ生きて、入る。で、相手は？ファイボ、一応キングに打ってきますか。キングにも打つつで、ファイボ飛んでくる。耐えます。こう耐えます。耐えれないと負けっす。はい、ババコヤ最強。あと20をどうやって削ろうかって感じなんですけど、適当に飛ばして、これ、おしゃれに取り抜くとかしたら怖いですね。まあまあ、これもう、打っちゃって、終わりっすね。はい、グッドゲーム。まあ、危なかったっすね。まあ、でも、相手スケール系がちょっときつそうでしたね。というわけで、ちょっとね、まあ、勝てたんでよかったんですけど、トロ停滞してますね。ずっと7677ルチョロしてるんで、ちょっとしっかり上げたいとね、思います。では、今日は終わります。キング起動、ぜひ皆さん、相手がスケラの時は、ぜひ意識して、そして相手が、じゃなくて自分がスケラ使ってる時には、こう、真ん中からね、出さないように気をつけてください。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。